はい、皆様こんにちは。本日もご視聴ありがとうございます。今日はメンズ雑誌スマート1月号の付録をご紹介します。以前本屋さんに行った時から気になって迷っていたんですけれども、決め手は、先日私のあの笑った顔が山本さやかさんに似てると言っていただきまして、もうそこで買いに行きました。はい、褒めてもらえますともうとても嬉しくって、いつも機嫌はいいんですけど、さらにさらに上機嫌になりますね。もうすっごく嬉しかったですね。飛び上がるぐらいに。こちらは特別価格、税込みで1100円になっております。こちらの付録は仕分け整理がしやすいアベーシングエイプのマルチポーチです。予算管理できてお金も貯まるポーチとここに書いてありますけれども、バッグの中をすっきりさせることができますね。はい、では実際に開けてみたいと思います。はい、私は肩とかハサミが近くにないときはかなりこれを力づくで開ける癖があるんですけど、あったのでハサミで開けます。おっと、シャッターがない。あ、あった。はい、このように袋の中に入っています。とてもしっかりしてます。はい、すごい素敵ですね。かなりしっかりした作りになってますね。では開けてみます。わー、ご覧ください。はい、このマルチポーチとこの4枚のリフィルケースがついています。でバインダーは6穴になっています。ここにペンホルダーがついていて、こちらはジップのポケットがついています。そしてチップがないポケットもありますね。そしてこちら側はここにスマホが入るそうですね。そしてここにカードポケットがついています。こちらにも、ポケットがついています。ポケットもたくさんついていて収納力がすごくあると思います。こちらの6穴のリフィルに市販のリフィルも足して使えます。例えばスケジュール帳を挟めてノートとしても使うことが可能ということです。このリフィルも1枚1枚が結構大きいですね。ちょっと取ってみますね。このような感じですね。チップになっていて入れることができます。はい、サイズなんですけれども、こちらの横が約 14.5cm、 縦が 22.5cm です。はい、使い方としては、まず旅行に、便利です。パスポートケース、外貨、航空券などを入れることができます。あと旅行に必要なこまごましたのも入れることができますよね。2番目の用途としては小物ポーチとしてお使いいただけます。例えばスマホの充電器ですとかイヤホン、 USB ケーブルなどもこれにひとまとめにして入れることができます。スマホもここに入れることができます。3番目の使い方の用途としては家計管理にも使えます。1月分の予算を1週間ずつこちら4つに分けて家計管理ができます。例えば1週目の予算1万円入れて、2週目1万円、3週目1万円というふうに1週から4週までの予算を入れることができます。レシートも入れたり、あとカードも入れることできますよね。他にもたくさん、使う用途あると思うんですけれども、自分なりにカスタマイズして使うことできますね。で、私もこのような、ケースを一つ持っています。無印のパスポートケースなんですけれども、以前動画でも何回かご紹介してるんです。私はですね、こちらは旅行専用にしようかなと思っています。薬とかマスクとかコスメのポーチに入れていたので、化粧品以外の細かいものを、入れたいと思います。あと旅行でアクセサリーをつけた時にここに
外して入れたりもできるかなと思っています。こちらはメンズ雑誌の付録なんですけれども、女性の方にも全然使えるデザインなので、女性の方が持ってるとこうかっこいい感じで使えるんじゃないかなと思います。思っていた以上に素材もすごくしっかりしていて、とても丈夫かなと思いますので、バッグの中でこう出し入れしても結構簡単に傷まないような、かなり丈夫な生地だと思います。ぜひスマート1月号の付録、おすすめですね。これがあるとさっと取り出して細かいものをたくさん入れられますので、バッグの中もかなりスッキリするのではないかなと思います。以上、私がおすすめするスマート1月号の雑誌の付録の紹介でした。次回の付録のご紹介は、以前ご視聴者さんからおすすめいただいたバッグをご紹介したいと思いますので、楽しみになさっていてください。本日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。いやー、付録って本当にいいですね。